どうも、おはるすべてはなおです。どうも、おはるすべてはなおです。すんです。きめひじゅんです。よし、ちょっと噛んでたけど、ひょじゅんちょっと言えてなかったけど、はい、ひょじゅん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 セブン。はい、というわけで、今回の企画は偏差値高いやつしか読めない昔話ということで、まあ、今回の企画はですね、リレー形式で昔話を書いていくんですけども、はい、いかにもこう賢そうなくどい言い回しを使って、はい、昔話を書き直してください。で、昔話なんですけども、これはまずスタートの人しか知らないんですよ、その内容を。あ、僕らはもう頭いいから、もう当然何か分かるはずだよね。あ、この話ね、続きこうやな。あ、はい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 。あ、俺、ちょっと、あかん何だって言う、違うかんかいって。ジブリ通ってへん、お前が。ジブリも通ってないし、昔話も通ってない。いや、そうだね。というわけで、じゃあ早速やっていきたいと思います。メリキバスターズボーイズ。漫画日本昔話のご飯がめちゃくちゃ山盛り。はい、というわけで、まず1個目のやつできました。え、これ、あれやんな。俺はこれしか見たらあかんし、そうです。お前は俺のやつしか見たらあかんし、なるほど、なるほど。キムは、すんのやつしか見たらあかんやろ。はい、そうです。はい、じゃあ、これの続きを書いてください。はい。やば、あれがあれしてるんやけどいや、正直キムやったんです。キムって電眼さんやから分からへん説あるで、これでも電眼さんちょっとな数学に振りすぎてな、こういう教養ない説あるからさ、それはもうそうしかないピンとくるならどっちかというと後半でも、そうやな、これ結構大事なのかやんなじゃあ、はい、できました。はいっす。はい、どうぞ。でーんやばだってこれマジでゼロ、検索件数ゼロOK です。はい、スンかけたらしいです。はい、はい、というわけでスンくんが描いた絵はこちらです。早くも早くもなんですよね。僕は悪くない YouTube 史上かつてないほど頭がなかったっすかしょっぱなくない？いや、全くわからなかった俺。文章くれた思ってたよ。それな。この文章を絵にした。僕はちょっと偏差値をあの低くしました。そう、マジでこれさ、俺じゃない方がいいっちゃん、これほんまもう。ランガやで、これほんま。ランガすごい。いや、ランガ。ランガ入ってるでも。ほんまに辛かったら、ライフラインで俺のも見れるっていうのもありよ。言った。逆にな。ちなみに、見てるのは考えてない。あー、とりあえず文章を発表していこうか。じゃあ僕からいきます。大過去ある領域 D 内に A 君を置く90度の回転行列で A を回転させると炭使用類かっこ水分含有率 2% と接した。もっと、もう一回お願いします。ピンときません。え、ヒントは炭使用類かっこ水分含有率 2% と接したっていう、はい、まあ、接したっていうのは、まあ、遭遇したみたいな感じですね。あったみたいな。俺でも合ってるんやけど、俺じゃあ次、電眼さん。はい、領域 D 内に A 君に対して D さん指導者としておくとき A を90度、B を270度回転させたときの A を90度、B を270度回転させたときのにシンクロしたとする。そのとき静止した観客は手を A イコールマイナスオメガ2乗 X に従い動かした何それ、てかよくそんな文章出てきたなっていうことを表してるのがで、電話の表してるのがこれこれで、うん、A が90度で B がお前の想像力もなんか欠如しすぎてない。それから俺も悪いんだけどさ。で、これを見てキムさん。はい、これを見たキムは最後、はい、こちら4次元に進みし者がミョルニルを天高く振りかざすとそのものにビッグバンが起こりたちまち霊気状態となった。はぁ、あ全部がワンダーランド、全部がワンダーランド、全部ワンダーランドやってるこれ、これすぎちゃワンダーランドビッグバンが起こってたちまち霊気状態、はい、ボーンってやったらズガーンってなったってこと。あ、まあそういうな感じです。そんな物語あったっけ一応原作があるんですよね。はい、これは俺も原作あります、はい、ありますよお前多分やっぱ国をさまよってる今お前、はい、あ、じゃあこっちからやってて、こっちは言います。はい、僕はこれは一寸法師かなと思いました。一寸法師ってそれある？はい、最後どうなんのそれだって。最後あの一寸法師が鬼をやっつけて打ち出の孤立を取り戻して孤立で振ってもらうと元の大きさになるっていう。ありましたね。そああ霊気、それを霊気状態と、霊気状態と取られたんです。あ、そういうことね。はい、なるほど。ちょっとなんか納得してもうたありえたな今の、ありえたな今の可能性感じた
じゃあお前は、名前は彗星が2つ言われてっていう、君の名は君の名は、あー、なんで住民白紙してんのお前、彗星流れてお前謹慎やんけ、同様です、同様です、同様、同様、あ、綺麗みたいな、あー、セドス、セドス、ほっといてくれ、次行ってほしそうなんで、もう行きましょう。あ、これ、ベンガーさん、これだってもうカリドスターでしょ、これ。いや、なんでやなんでや、下二分が大事って言ってよ、いや、主人公、苗木の空っていう、苗木、入ってるよそっちで、それを伝えてきたいからってマジで思って、この A 君が回ってるわけね、サーカスやんってなって他何か思いつく？これから俺全く分からんかったよ、なんか笑してる人じゃないですか。そう、正解。動画で見たらあーってやって、そこに罠があって、それをなんか大仏が大事にしろって言ってたから、まずその話初見ない。やっぱりやっぱり、これ初めなんとかやっぱり、お前子供の時教育出てないお前の学のなさが出てねえ。これお前難易度が予想以上に高いっていうのが分かったから、もうちょっと落としめでいこうかな。次ちょっと順番変わろう。順番変わろう。順番変わりますか。てか、そもそもデンガーさんが昔話を知らんからなんか、そういう話だったよ、これ。え、面白い。あ、今やろうとしてるやつ。じゃあ、やるわ。はいっす。いや、頼む。頼む。マシであれ。これ結構僕ちゃんとしました。ほんまに。お願いします。はいっす。はい。どうぞ。くそ、こんな入りの話があったような気もするんだけどな。反応はいかに。反応はどうか。お、でもちょっとなんかまだ思考の余地はありそうですよね。おお、これなんだ。俺も今回はそう言われたらそうやなぐらいにはなってるはず。ちゃんと調べてやそうなんですよ。はい、じゃあケム君にどうぞ。はい、なるほど。あー、はい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 、はい、はい、こちらです、はい、どうぞ。してください。あ、なんかでも具体性はかなりある、いけそうな気がするな。あー、なるほど、点と点が結びつくってこのこと的な感じです。できたー、これは自信あるぞ俺は。よし、じゃあ文章まず電眼さんから。僕は、はい、これです。動物 A と動物 B、 A ノットイコール B がいる、はい、A はセンサー関係 ABC を持ち歩いていて、はい、B はそれを欲しかった。そこでエクスチェンジのためにこの図形の面積の分を B に渡し、はい、A は三角形 ABC を B に渡した。交換した。かだからエクスチェンジしてるから、僕は多分物語の方向性を多分つけちゃったんですよね、これで。ああ、続き気象の章。動物 A は三角形 ABC をL イコール I オメガの運動をした。これはあれですね、あれ、あの回転運動ですね。あ、これ回転運動なんや、それ回転モーメントの。へぇ、そんな、はいはい、で、お前が、はい、三角形 ABC は闇に溶けた後志を示そうとした。これ何運動の名前ですか。これ単振動です。あ、単振動。はい、地球飛んでるです。地球飛んでるやば。そういうことかよ。まるで絶対そのロケ気づかんわ。変態すぎる。まあ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 、いや、で俺、はい、2分後下人は三角形 ABC が下人の行方は誰も知らない神や。ということで答えはおむすびコロリン。あ、僕もおむすびコロリンかなと思いました。多分僕がおむすびコロリンだと思い始めました。これでも3人でもいい感じに。ただ拾ってきた。キムはそれは多分サルカニ発電じゃないですか。正解でございます。あー、わかんねー。この部分、これ柿の種。柿の種か。柿の種か。これ柿の種。柿の種か。くそ。これはマジ当てれた。いやー、ちょっとマジ当てれた。これはこれだって俺ちゃんと調べたもん。すんがやっぱ今日あかんで、ほんまこれ。すんがお前これ調子悪い。はい、じゃあ次、はい、次はもうワーチやって。いや、おーまーし。はい、できました。はい、頼むよ。うわー、ちょっと待って。もういい加減終わろう。終わろうぜ、もう。待って、多分分かった。多分分かった。学校は行かんでもいいけど、本は読んだ方がいいな。おっ、来た、来ました。じゃあ行きますよ。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあオープン。お、あ、
変なかお前。あやぐなって、あやぐなって、ほんま。そういうことか。あ、思い出した。なるほど。来たよ、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 来たよ。多分わからん。お前、今みんないい感じに来てたの、お前。一人テンション、陰キャ入るのやつ。てか、おむすびコロリンも初見やから、ちなみに。いや、お前、それはやばいって、マジで。それはあかんって。どうぞ。リアクションじゃん。ちょっと待って、全く何？ちょっと調べていい？まあ、調べ入りますよ。はい。後半は比喩なんよね。後半比喩で前半はガチ。核融合と副社内って言葉を使ってるから。あ、そしたらもういけます。もう一択っすね。もう一択やな、これでもこれだけでわかるわな。これ知らないって言われたらもうもうなんす、もうやばい。これ知らないって言われたらもうもうこの企画には呼びません。そうし、はい、首や首がかかってるんかこれ。電眼チャンネルしばらく昔話返ってきたんで。昔話返ってきたりません。まあその罰ゲーム受けるか。諦め、やばい、この罰ゲーム諦め。その残りの2つも見ていいんだ。あーキムとかが、あーはいはいはい、そういうことね。なるほどなるほどなるほど、はいはいはい。これ一回も皆さん一緒に呼んでいくかも。ワンサポーのターン、アイイコールシグマ T4 ちょうど河合塾出版の物理参考書がありました。何を言ってんだよ、何を言ってんだよ。お前これで分かった、分かりました。えこれで分かったんだ僕。いやいや、あーそういうことか。やばこいつ。これちなみに悪もんですけどね。これなかなか悪もんっすよ、これ悪もんの服です。からの見てください、これからのこれ、これです。山瀬が怒り狂うとメタボとかしていった。はい、山瀬って風やんな。あ、そうだね、これは素晴らしい。で、風が嵐が来たってこと。え、でもこの並びが一番面白い気してるから。マジなやつやっていい、残り知ってる手持ち3つしかないんや。昔の話からすぐそれ出していい。いや、一旦だから2つ見せていい。はい、いい、見せて。はい、ない、こんだけしかないっす。でも絶対タイトルは知ってるはずだよ、絶対。え、これないこの中に。ないっす、ないっす。え、じゃあまず核融合、このワードから連想される単語って一つしかないと思うけど。太陽。あ、おお。で、これは山瀬。風が吹くみたいな。ってことは嵐の夜に。風と太陽みたいな。ああ、北風と太陽。そう、あ、そうです。そう、何それ。やばい、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 もうダメだこいつ。でも俺お母さんが悪いよ。もしもし。あ、俺やけど、北風と太陽っていうの知ってる？それ俺に読み聞かせたことある？読み聞かせないと思う。だからや。なんで？北風と太陽を俺だけ知らんくて今めちゃくちゃディスられてるんやけど。これ。ああ、そうな。結構有名なやつやな。うん。これ、ああ。そもそもだってそんなの読んでも聞かへん。ああ。じゃあ、じゃあ悪い。じゃあ悪いの俺。